おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。マリサは悪名高い空港の噂を知ってるかしら？なんだその不名誉な空港は。逆に安全じゃない空港なんてあるのか？安全じゃないというわけではないんだけど、いろいろと問題があって、その問題から事故が多発しているの。今回マリサに紹介したいのは、そんな悪名高い空港で発生した、南アメリカ諸国で起きた航空事故で史上最多の死亡者を出したタム航空3054便オーバーラン事故よ。タム航空。あ、察するにはまだ早いわよ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。タム航空3054便オーバーラン事故は2007年7月17日、ブラジルのサンパウロ市内に位置するコンゴーニャス空港で発生した航空事故よ。そのコンゴーニャス空港ってのが悪名高い空港なのか？ええ。コンゴーニャス空港はブラジル最大の都市サンパウロにある空港で、この空港と国内第二の都市であるリオデジャネイロとを結ぶ路線は、世界でも有数の利用者数を誇っているわ。複数の航空会社によって実に10分に1本のペースで運航されているんだって。日本でいう羽田伊丹間のようなものね。すごい空港じゃないか。日本でいう羽田空港だろ。ええ、南米一忙しい空港としてかねてより知られていて、リオオリンピックの開催された2016年には年間利用者数が2000万人を突破したそうよ。特に問題はなさそうだが、なんで悪名高いんだ？問題点はいくつかあるわ。まず、この空港の位置する場所。なんと住宅街にあるのよ。周囲を高層ビルをはじめとした住宅街兼ビジネス街が取り囲んでいるの。その上、滑走路端を幹線道路が走っているのよ。ええ？ありえなさすぎる立地なんだぜ。そしてもう一つの大きな問題。この空港の滑走路についてよ。滑走路がたったの2本しかない上に短いの。数回の拡張をしたものの、2本の滑走路は1940メートルと1435メートルという長さよ。滑走路って普通はどのくらいの長さなんだ？目安として滑走路の必要な長さは本格的なプロペラ機の離陸2000メートル、中型ジェット旅客機の離着陸には2000メートル、大型ジェットに至っては2500メートルが必要とされているそうよ。パイロットたちからは魔の滑走路と囁かれていたり、航空関係者から空母にジェットを離着陸させているようなものと噂されて、愛称も空母などと皮肉られるほどの世界屈指の危険な空港として知られているんだって。この滑走路の問題でオーバーラン事故もたびたび発生しているわ。滑走路が長ければ長いほどいいというわけではないけれど、コンゴーニャス空港の滑走路がいかに短いかこれでわかるかしら。ああ。しかもこの空港って国内最大級なんだよな。今以上の施設の拡張はしないのか？需要の高さも年々高まる一方だろ。拡張については難しいわね。それもこのコンゴーニャス空港が都市ど真ん中の住宅街にあるという立地が関係しているわ。これについては空港をこのまま使い続けるのかどうか、国内ではたびたび議論が起こっているそうよ。そりゃそうだろうな。あまりにも安全性が低いんだぜ。今回の開設事故とは別だけど、1996年にこの空港で離陸直後にエンジンが故障し、住宅街に墜落し炎上した事故も発生しているの。乗客乗員95名、地上の4名が死亡しているわ。この事故は滑走路の短さとは関係ないけれど、立地の悪さがもろに影響してしまっているわよね。そうだな。住宅街に突っ込まなければ犠牲者も抑えられたかもしれないんだぜ。それで、今回の事故はどういう事故なんだ？では早速本題に入っていくわね。先述した通り、タム航空3054便オーバーラン事故は2007年7月17日、ブラジルのコンゴーニャス空港で発生。サルガドフィーヨ国際空港発コンゴーニャス空港行きのタム航空3054便が、コンゴーニャス空港到着時にオーバーランし、ガソリンスタンドに衝突し炎上した事故よ。タム航空については以前も何度か解説していると思うから軽く触れるだけにとどめるけど、危険な航空会社ランキングで上位に食い込む航空会社だろ。まあ一言で言ってしまえばそうね。でも今はチリのフラッグキャリアでワンワールド世界規模の航空連合の主要メンバーの一社である、ラン航空に買収されることが発表され、2012年6月経営統合、現在はラタム航空グループの傘下にあるわ。タム航空って買収されていたのか。知らなかったんだぜ。で、事故内容の解説をしてほしいんだが、どうしてガソリンスタンドに突っ込むなんて事態に陥ったんだ？まず前提として、この空港は雨にとても弱かったわ。通常滑走路では表面に溝を掘るんだけど、コンゴーニャス空港は溝がなかったの。だから雨が降ると滑走路が使用できず、離着陸ができなかったの。それでこの事故が発生した当日は大雨だったわ。じゃあ3054便は空港に着陸できなくないか？通常は、ね。でも事故発生30分前に、雨の中の着陸許可が出たのよ。ええ？どうしてなんだ？事故の3週間前に滑走路が補修工事されていたためよ。
まあ、肝心の溝について、一切掘られることなく再開されたんだけどね。一体何のための工事なんだ。というか、どうして表面に溝が必要なんだ？水はけを良くするため？そうね。これは航空機だけではなく車でも発生することだけど、濡れた路面を高速で走行すると、ハンドルやブレーキがコントロールできなくなる現象が起こる可能性があるの。これはタイヤと路面との間に水膜ができることによって浮いた状態になってしまうことが原因よ。この現象をハイドロプレーニング現象と呼ぶんだけど、それを避けるために滑走路に溝を作るのね。でもこのコンゴーニャス空港の滑走路には溝がなかったわ。そんな中で着陸許可が下りたのか。防げた事故だったかもしれないっていうのが一番やるせないんだぜ。そうね。着陸許可が下りたことで事故を防げたはずのボーダーラインを越えてしまったわ。さらにこの大雨という天候に加え、3054便の機体にも故障が発生していたの。え？一体どんな故障が？2機あるジェットエンジンの逆噴射装置の片方が故障していたの。ただ逆噴射器が片方故障している状態でも運航には問題なかったわ。条件付きで運航ができるという規定があるからね。その条件っていうのは？安全に止まれる滑走路の距離があることよ。ああ、もう嫌な予感しかしないんだぜ。よりによって滑走路が短いコンゴーニャス空港だろ。そんな悪条件の重なる中、機長は着陸を決断し、空港の 35L 滑走路 1940m へ向かうわ。しかし、パイロットたちは雨の中、さらに難易度の高い 35L 滑走路への着陸というプレッシャーに押しつぶされ、操縦ミスをしてしまうの。どういった操作ミスだったのか判明しているのか？エンジンの片一方がフルパワーという状態だったそうよ。それから3054便は滑走路から左へ逸れてオーバーランし、崖から飛び出してしまったの。さらに不幸なことに、305便の落下先にはよりにもよってガソリンスタンドがあったわ。ガソリンスタンド？それじゃあ3054便は？3054便はその後道路を横切り、タム航空の貨物取扱場がある建物とガソリンスタンドに高速で衝突したわ。機体は愚か、ガソリンスタンドと周辺の建物は焼き尽くされ、乗員乗客187名全員とガソリンスタンドにいた12名の199名が犠牲となり、地上にいたタム航空の職員13名も負傷してしまったわ。本当にとんでもない事故だな。この事故による犠牲者数はブラジルだけでなく南アメリカ諸国で最悪の航空事故となり、ブラジルでは事故発生から3日間、国中が喪に服したの。事故原因は悪天候と機体の故障、滑走路の問題ってとこか？あと機長の操縦ミスか。根本的な原因は滑走路ね。3054便が着陸を試みた滑走路 35L は 2000m にも満たない上に、戦術した通り整備に問題があり、滑走路は水たまりができるほど水はけが良くなかったわ。滑走路には溝がなかったんだよな。そう、だからこの滑走路では事故の前日にも2件のオーバーラン事故を起こしていたの。大事には至らなかったけどね。そして機体の故障についてだけど、タム航空は修理するのではなく、その時用の着陸方法を使用することで対処し続けていたことが判明しているわ。じゃあ会社側はこの故障を離陸前から把握していたってことか？条件をクリアすれば運航できるとはいえ、あまりにも安全意識が低いというか。そうね。でも本来の方法では晴れの時はともかく雨の時は心もとなくて、さらには今現在のやり方とは別のブレーキ方法も知られていたの。その結果パイロットたちは 35L の状態への不安と、複数のブレーキ方法の選択、さらに夜中でコックピット内が見えづらかったという悪条件も重なって、このような大惨事が起こってしまったとされているわ。あまりにも悪条件が重なりすぎてるんだよな。それは事故後にシミュレータで再現し操縦を試みた調査官も、あんな悪条件の中で精神的に追い詰められてしまえば、どんな熟練のパイロットでも操作ミスをしてしまう。ヒューマンエラーは無理もないとインタビューで語っているわ。もちろんパイロットたちが操縦ミスをしていなければこの大惨事は起こらなかったかもしれないけれど、そもそもコンゴーニャス空港の滑走路の問題や立地に関しての安全性の疑問はこれまでにも幾度となく指摘されていたし、いつ大惨事が起こってもおかしくない状態であったことは間違いないわね。コンゴーニャス空港の滑走路は今も短いままなんだよな。増改築もできないとなると、またいつ大事故が発生するかわからなくて怖いんだぜ。ええ、この事故の犠牲者199名の中に少なくとも日系人7人が犠牲になったことが、タム航空のホームページ上に公開された犠牲者名簿で明らかになっていて、事故から3日後の7月20日、ポルトアレグレ空港にて事故の犠牲者に扮して床に横になり、航空輸送の危険性を訴えて抗議する犠牲者の家族と友人によるデモが行われたわ。ブラジルって確か多くの日系人が住んでいるんだっけ？そう。ブラジルの経済産業の中心であり、南米最大の都市であるサンパウロとその郊外には多くの日系人が住んでいるわ。辛い話だよな。今のコンゴーニャス空港はどうなっているんだろうか。
では最後に、日本人利用客による金剛ミャス空港についての口コミを少しだけ紹介するわね。お、気になるな。日本人はどう感じたのかって。滑走路が短いため着陸と同時に逆噴射&急ブレーキがかかるので、ぼーっとしてたら前席に頭をぶつけるの必須。雨が降れば離発着禁止となり欠航続出。都心部に位置することから便利なようで、天候次第で不便な空港になる。着陸寸前の高層ビル群もぶつかりそうな気持ちにさせてくれる。以上よ。ちなみに、この口コミを投稿した方は満点の星5評価をしているわよ。私の中で絶対に行きたくない空港ナンバーワンになったんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。